宮崎駿ってエロいんですよ。この映画の中でちゃんとやることはやってるんですよっていうのは、そういう気分を持ってなければ映画のように描けない。やっぱりファッションとして描くと宮崎駿を言いかけて、いやそういうことを口に出して言うのをやめなさいって言われたことあるんですけどっていうことで、いやそれをすると手塚治虫になりますっていうふうに言ってじゃあ描き直せって言われて描いてきたらそれでいいんだと。ラピュタにそんなエロいシーンなんかあっただろうかって思うんですけども、実はですね、あるはあるんですね。このシーン覚えてますか？これタイガーモスからですね、切り離されたラピュタ、パズーとシータが乗ってるタコがですね、なんとかラピュタに着いたと。で、その後二人で、やったーって言って抱き合って、ゴロ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 って転がってるシーンなんですね。